メリンダ・ツインクはハンガリー・ブダペスト出身の女子プロテニス選手。WTA ツアーでシングルス1勝を挙げた。自己最高ランキングはシングルス37位、ダブルス78位。左利き、バックハンドストロークは両手打ち。10歳でテニスを始め2000年にプロに転校。四大大会では2003年全豪オープンで初出場した。 三回戦進出が最高成績である。アテネ五輪にハンガリー代表として出場した。シングルスは一回戦で、アメリカのビーナス・ウィリアムズに1から6、2から6で、アニコ・カプロスとペアを組んだダブルスも、一回戦で、日本の森上明子小畑沙織組に6から3、5から7、3から6の逆転で敗れ初戦で敗退している。 2009年9月のケベックシティ大会の決勝で、ルーシー・サファルバを46、63、75で破り WTA ツアー初優勝を果たした。これが唯一の優勝となった。2014年11月の WTA125K シリーズの台北大会が最後の出場となり同年限りで現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。